女優魂炸裂、戸田恵梨香の本当の性格とは。その真相に迫る。テレビや映画、舞台と幅広く活躍する戸田恵梨香。そんな戸田恵梨香には性格が悪いという噂が後を絶たない。特に週刊誌からの悪い噂が多い。しかし実際はどんな性格を持っているのか、巷にあふれる様々な情報から戸田恵梨香の性格に迫ってみたいと思います。映像の女優、現場の女王、戸田恵梨香の性格。本名戸田恵梨香、生年月日1988年8月17日、出生地兵庫県神戸市灘区、身長163cm、血液型 AB 型、職業女優、ジャンルテレビドラマ、映画、CM、デビュー年1999年、小学校の頃から芸能活動を開始し、中学校卒業とともに上京する。2000年ドラマ、オードリーで、女優デビュー。2006年映画、デスノートで、渡る海砂役として映画初出演。2007年映画、プレゼン2000米で、松下初希役として映画初主演。2007年ドラマ、ライアーゲームで、神崎唯役としてドラマ初主演。映像の女優、現場の女王、戸田恵梨香の性格。戸田恵梨香はプロ意識が高いゆえにきつい性格。数々の撮影現場でズバズバと意見するきつい性格の戸田恵梨香は有名。出演者、スタッフにはっきりと物申す戸田恵梨香のきつい性格は業界でも厄介な存在と言われている。撮影現場でのスタッフへの文句は当たり前。女優としての経歴は長くないにもかかわらず、当時新人だった武井絵美の演技にダメ出ししたり、若手俳優が NG を出したら舌打ちしたりと、何かと現場での悪評が噂になりました。戸田恵梨香の性格を表す大女優の貫禄。カメラが回っている時とそれ以外では性格が違う戸田恵梨香。しかし業界内では戸田恵梨香の取り巻きは有名。まさに女王様を彷彿とさせるのは昭和の大女優を思わせる性格からだろう。撮影所を歩いていた時、向こうから大名行列のような集団が歩いてきたんです。中心にいるのは戸田でした。周囲は事務所のスタッフなのか、男性4から5人の取り巻きがいて、それぞれ水持ち係、タオル持ち係と役割があるようでした。昭和の大女優ならいっさ知らず何様だという感じです。撮影スタッフもやりにくそうにしていましたね。新恵梨香様、戸田恵梨香の性格。性格の悪さによる噂の絶えない戸田恵梨香。そんな戸田恵梨香の強烈な洗礼を受けた共演は少ない。さらに機嫌次第で現場の空気を変える戸田恵梨香のわがままな性格から、沢尻恵梨香に続く第二の恵梨香様とも呼ばれています。嫌われたら最後、戸田恵梨香のきつい性格。共演者にダメ出しするきつい性格の戸田恵梨香。その性格がわかる、コードブルーで共演した新垣結衣。気が強い戸田とおっとり方の新垣では最初から気が合わなかったみたいです。現場で見ていても戸田が新垣を嫌っているのは明らか。演技にケチをつけたり、新垣が NG を出すとハート聞こえよがしにため息をついたり、セリフを読む声が小さかったりすると、はあ聞こえないんだけどと言ったり、局関係者、新人には戸田恵梨香風の洗礼。演技に対してストイックな性格を持つ戸田恵梨香。きつい性格は演技に対して徹底した技術を求めている高い意識の持ち主である戸田恵梨香。それがわかる新人への対応。特に新人の武井絵美には演技のダメ出しが厳しかったですね。来年の大河ドラマに出演が決定していたので、そのことが気に入らなかったらしく、何かと難癖をつける。とにかく現場は戸田の機嫌にハラハラしっぱなしでした。番組スタッフ、共演 NG は戸田恵梨香の日常茶飯事。戸田恵梨香の代表作ライアーゲームで共演した松田翔太、この二人の不仲エピソードは非常に有名。海の診療所で再び共演しているが、実際のところはどうか。ドラマの打ち上げで酔った松田さんは戸田さんの腰に手を回したところ、何すんのよと激怒したとか、松田さんに化粧長くないなどと言った放ったみたいですね。これに松田さんはご立腹して、戸田さんとはやってられないと共演 NG を思わせる発言をしたようです。プライベートには触れるべからず、戸田恵梨香の決意を仕置き、ドラマ、コードブルーで共演した山下智久との不仲説。戸
当時、戸田恵梨香は関ジャニ∞の村上信五と破局していると報道されていた。ここでも戸田恵梨香のきつい性格というよりは、地雷を踏んだ山下智久の方が悪いように感じる。山下が一度村上の話を持ち出したことがあるのですが、その時戸田は無言で睨みつけていた。それだけでなく思いっきり足を踏んづけたんです。その後は口も聞かなかったらしい。理由は別れたからと言われている。ドラマ関係者、ベテラン俳優も手を焼く。戸田恵梨香の機嫌、戸田恵梨香の影響力は新人や人気女優だけじゃない。相手が格上のベテラン俳優でも戸田恵梨香のきつい性格は変わらない。この性格こそが戸田恵梨香の魅力の一つかも。また敵に回すと一番厄介な出演者を問われた堤は、戸田を挙げて役者同士は現場で助け合っているけど、この人が機嫌悪くなると現場が進まない、いろんな意味で戸田恵梨香と説明。戸田はさっぱり理解できないと、おかん無理。戸田恵梨香の好感度、女優魂の性格、演技に対して妥協を許さない戸田恵梨香。より完成度の高い作品を目指す戸田恵梨香の性格は、スタッフと軋轢を生む。でも戸田恵梨香は巧みな話術で相手をフォローしながら、実際の噂と違う現場からの高い好感度を持っている。戸田さんは性格がどちらかといえば男っぽくて、演技について意見を交わす場合も感情的になりません。しかも言い方が上手なんです。脚本家や監督にとってみれば、一生懸命に作った物語にケチをつけられるわけですから、気分がいいことではないのですが、戸田さんは相手を立てることを知っていますから、素直に耳を傾けられるのです。しかも制作側の都合も把握し、準備に影響のないタイミングで意見してきますから、好かれていますよ。映画制作スタッフ、仕事に対してストイックな戸田恵梨香、一見して傲慢に見えるが、実際は高い集中力を引き出すためにやっている。セリフは完璧、演技プランもいろんなパターンを用意し、現場では貴重な人材。彼女は仕事に対してストイックなところがあります。だからこそ、初めて仕事をする人には偉そうにしているなどと誤解されてしまうこともありますが、何度も仕事をしていると、それが仕事に集中しているためだと分かるようになってきます。セリフは完璧に入っていますし、演技プランも複数持っています。あらゆる現場で重宝されていますね。ドラマ制作会社プロデューサー、女優としてのプロ意識を持つ戸田恵梨香に憧れる有村架純。この言葉こそが戸田恵梨香の性格を象徴するのではないでしょうか。戸田から言われて印象に残っている言葉は、と問われると、有村は、いい子でいる必要はないんだよ、わがままでも何でも言ってさらけ出していいんだよって言ってくれた時に、すごい心がオファーの絶えない戸田恵梨香。しかし、放任主義の事務所が抱えるのは、いつ爆発するかわからない時限爆弾。戸田恵梨香の性格はいつ暴走するか危惧される。これだけ見ると引く手あまたという状態ですが、実情はそうでもないようです。というのが、この事務所は放任主義なので、タレントがやりたい放題なんです。昔は広末涼子さんもぶっつい騒動があったりとお騒がせ女優でした。今では戸田さんが最も手に負えない女優のようです。芸能事務所関係者、性格が悪い噂は自分に負けたくないだけ。それが女優戸田恵梨香。ネットや週刊誌では性格が悪いと言われる戸田恵梨香だが、それは女優としての仕事にプライドを持ち、誰よりも集中し、より完成度の高い作品を作ろうとしているプロ意識から来ており、譲れない性格の表れなのでしょう。相手が新人であろうがベテランであろうが、ズバズバと意見を言う、きつい性格の戸田恵梨香は、新田恵梨香様と呼ばれるも、これは女優魂がなせる技。実際は現場から評価が高く、制作側に意見できるほど作品を理解し、さまざまなパターンを用意する戸田恵梨香。これはきつい性格から自身を高める意味合いを持っていると思われる。戸田恵梨香は貴重な存在として、今後も活躍の幅を広げていくでしょう。